生けす活魚とは、生きたまま飲食店など調理する場に輸送する、魚介類を言う。その輸送方法は、活魚輸送という。冷蔵庫、冷凍庫など生鮮食品を鮮度を維持したまま、輸送する技術は、冷蔵車の発達以降、より広い範囲で、生の食材が得られるまでに発達している。活魚はそれをさらに進め、文字通り、取れたて新鮮の状態を目指している。 活魚は、寿司や刺身といった、生きの良い食材を尊ぶ日本の食文化が生んだ、輸送技術である。魚を生きたまま輸送するために、海水や水など魚が、もともと生活している環境に近づけたタンクで、輸送することが多い。日本でこの輸送が始まったのは1980年代のバブル景気の頃で、当時は輸送コストをかけても高級料亭など、 中心に採算が取れたため盛んに利用されたが、この中で輸送技術も発達してコストダウンも進み、2000年代では大衆向けの寿司屋などでも活業を仕入れるところも見られる。当然、水揚げされる漁港から遠いほど生きたまま輸送することが難しくなるが、かつては漁港近隣でしか見かけられなかったイケスのある料理店も、 日本各地でしばしば見かけられるものとなっている。活魚は、その原型を1930年代の北王子、露産人が主催した星が、岡笠寮の美食クラブに求めることができる。一流料亭などが集まる東京、赤坂に存在した、この料亭は、日本でも、最高の美食を求めたが、この時に露産人は、過去に、鮎の刺身を食べ感激した京都府のから、 鉄道と自動車とに木製の水槽をしつらえた特装車両を用意当時はアクアリウムのような水浄化装置は望むべくもなかったため人力で新鮮な水を継ぎ足しながら輸送したという話が残されているしかしそれだけの労力を落としても大部分が輸送中に死んでしまったというその後しばらくは美食のためにこれだけの財力を投入するところもなかったため このような王子掛けの輸送が行われることはなかった模様で鮮度の高い食材は現地で食べた方がより確実でもあった。だが、1980年代のバブル景気を景気として始まった異常なまでに税を凝らした高級料亭の料理では新鮮な食材を求めてこの生きたまま魚を輸送するという形態に再び日の目を当てた。この中では当初、 単に水槽に空気を送り込みながら輸送するという形態であったが、やがてアクアリウムなどで培われた水槽で魚を飼育する技術が取り入れられ、循環式の水槽などで生きた魚が出す老廃物を処理して水を浄化したり、あるいは水温を下げて魚の活性度を低下させるといった方法や、果ては、ハリマ水を使って仮死状態にするなどの技術も登場している。 ただ、魚が生きている以上は生存のために体内に蓄えられた栄養を消費しているため、長距離を輸送されたイケウオはストレスにより、風味が悪いという話も美食イエスから示されており、それを回避するために輸送されてきたイケウオを、しばらく店内のイケスで飼育して、体力の回復を待つなどの手法を取り入れる飲食店も見られる。ありがとうございます。